世界一可愛い殺人鬼、そう呼ばれていた女性をあなたはご存知だろうか。裕福な家庭に生まれ、何不自由ない生活を送っていた少女の心にはあまりにも深い闇があった。皆さんどうも、キキョウと申します。今回はイギリスの事件をやっていきます。イギリスの事件って過去にやったっけ？もう50本ぐらいやってるから分かんなくなってきた。イギリスって言えば僕の大好きな漫画、コナンで新一が蘭に告白した場所だよね。なんか最近に感じるけど、調べたら10年以上前だった。僕もいつかあのビッグベンの前で告白しよう。ちなみに僕は蘭姉ちゃん一筋だよ。僕が7歳ぐらいの時にね、二つ上の兄ちゃんが夜僕を呼んで真剣な顔して、モーリーランとハイバライどっちが好きなのって聞いてきたことはあったけど、僕はあの頃から変わらずラン姉ちゃん派です。でも今年の映画でさ、女性キャラの人気投票があって、1位はハイバライだったよね。まあわかるんだけどね、それを。まあこの続きはいつか雑談動画で話そっかな。というわけですいません、本編に入ります。裕福な家庭で生まれ、とても可愛いと評判だった少女はなぜ恐ろしい殺人鬼になったのか。まずはその生い立ちから見ていきましょう。生い立ち。今から35年ほど前、イギリスのハートフォードシャー南部にある高級住宅街に家族と暮らしている少女がいた。彼女の名前はジョアンナ・デネヒー。家族から愛されて育った彼女は妹思いの真面目で優しい女の子だったという。だがこの10年後、天使のように可愛かった少女の顔から笑顔は消え去っていた。ジョアンナは思春期を迎えた頃からまるで別人になったかのように荒れていたのだ。窃盗行為や違法薬物の使用を繰り返したりと、それはもう反抗期という言葉では収まらないほどひどいものだった。学校に行っても勉強せずにずっとお酒を飲んでおり、どんな生徒、そんなクラスメイトいたらちょっと面白い。結局彼女は15歳の時に学校を退学した。そして行き場を失ったジョアンナはある日、公園で犬の散歩をしていた男性と出会った。彼の名前はジョン・トレーナー。犬が大好きだった二人はすぐに仲良くなり、やがて恋人関係となった。互いの親はまだ若すぎると反対したが、恋とは逆境でこそ燃えるもの。いや知らんけど、二人は周りの反対を押し切り、家を出て駆け落ちしたのだった。そしてその2年後には子供も生まれたのだが、彼女にとってそれは喜ばしいことではなかった。実はジョアンナは大の子供嫌いだったのだ。そのため毎日育児をするストレスに耐えられずに、違法薬物やお酒に溺れるようになっていった。その頃ジョンは二人を養うために一日のほとんどの時間働いていたのだが、その間も彼女は子供を放置して男遊びを繰り返したりしていた。そしてそんなある日、泥酔していたジョアンナは子供を階段から突き落として怪我をさせた。これには今まで我慢していたジョンもついに愛想を尽かし、子供を連れて彼女の元から立ち去ったのだった。だがその後も残されたジョアンナは堕落した日々を続け、窃盗罪で警察に捕まり、刑務所で過ごしたりしていた。そしてこの数年後、彼女はジョンに対して、今度は真面目に頑張るからよりを戻したいと連絡した。するとジョンはこれを受け入れて再び一緒に暮らすことにした。しっかりしろジョン、こいつはもうダメじゃ。この10年後、殺人鬼として3人の人間を殺害することになったジョアンナ・デネヒー。一体彼女に何があったのか、その詳細を見ていこう。
弾けた衝動。よりを戻した二人は娘と共に再び三人で暮らし始めた。そして最初の数年間は落ち着いた毎日を過ごしていたのだが、次女の誕生をきっかけにジョアンナは再び育児のストレスで薬物とお酒に溺れるようになった。彼女は子供が嫌いだったのだ。デジャブこれ。その状態は前にも増してひどいものであり、ジョンをバットで暴行するなどの DV まで行っていた。結局2009年、ジョンは二人の子供を連れて完全に彼女の前から姿を消したのだった。そして一人になったジョアンナはイギリス東部にあるピーターバラという都市で新たな生活を始めた。すると彼女はこの町でゲイリーという大男と出会った。彼は気が小さく小心者であったが、その図体は大きく、身長は2メートル20センチもあった。でかっ。ゲイリーは自分と違って気が強いジョアンナに惹かれており、彼女もまた自分に従順な大男を従えることで好き勝手暴れるようになっていった。そのため、町の人たちは当時この二人を恐れていたという。そして2013年3月19日、ついに事件は起こった。彼女は出会ったばかりの男性に恋人になってあげると言って自宅に呼び出すと、持っていた大きなダガーナイフで刺し殺した。その理由は人を殺してみたかったというあまりにも身勝手なものであった。すると殺人に快感を覚えた彼女は、そのわずか10日後、同じアパートに住んでいた男性を殺害した。ちなみにこれが殺害の直後に撮られた実際の写真である。もう言っちゃってる。殺戮衝動を抑えられなくなった彼女は、二人目を殺害したその日に、アパートの大家を呼び出して殺害した。そう、たった10日間の間に、三人の人間を殺害していたのである。だが、これだけ派手に動けば、警察が黙っているわけもなく、この4日後の4月2日、二人は逮捕されたのだった。後の裁判で、ゲイリーには禁錮19年、ジョアンナには女性として史上3人目の終身刑が言い渡された。彼女の人生、一体どこで道を間違えてしまったのだろうか。裕福で恵まれた環境で育った子供が、幸せな生涯を送れるとは限らない。はい、どうだったでしょうか。もう殺人に快楽を覚え出したら手遅れだよね。逮捕された当日も二人は男性を襲ってたんだけど、ナイフで40箇所以上刺して大怪我をさせてるんだ。で、大怪我で済んだんだね。どんだけ頑丈なんだ。しかもその刺された男性、犬の散歩してたんだけどさ、ジョアンナって犬が好きだったじゃん。だからその犬を気に入っちゃって連れて帰って散歩させたりしてたみたいなんだよね。犬もどんな気持ちで散歩していいかわかんないよ。あれ、こいつうちのご主人様刺したよなってなるよね。そしてその散歩から戻ってきたところを逮捕されたみたいだね。何やってんだか。しかも殺人くらい別に大したことじゃないってずっと言ってて、全く反省してなくて、刑務所の中でも脱獄しようと計画立てたりしてたらしいんだ。これ終身刑じゃなかったら絶対また人殺したりしてたよね。この事件は恵まれた環境で生まれて美しいって言われていたっていうと、3ヶ月前にあった黒い天使って呼ばれてた少年の事件を思い出したな。一体どこでどうすればよかったんだろうね。やっぱり育児のタイミングかな。駆け落ちしてて互いの両親に頼れないから抱え込んで爆発したのかな。とはいえ学生の頃からジョアンナめちゃくちゃヤンキーだったけどね。またコメント欄でみんなの感想とか意見を聞かせてください。それじゃあ本日もご視聴ありがとうございました。